ロン・カーターロン・カーターは、アフリカ系アメリカ人のジャズベース奏者。元ニューヨーク市立大学シティカレッジ教授。1937年、アメリカ・ミシガン州生まれ。1959年、イーストマン音楽学校卒。1961年、マンハッタン音楽学校修士課程修了。2004年、バークリー音楽大学より名誉博士号を授与される。 ニューヨーク市マンハッタンクハーレムにあるニューヨーク市立大学シティカレッジ音楽学部にて20年以上教壇に立つバッハなどに傾倒しはじめチェロを習い後にコントラバスに転校クラシックのコントラバス奏者を目指して1日8時間に及ぶ猛練習をするも人種差別の壁もあってオーケストラへの入団はできなかった一方で ジャズベーシストとしての活動を開始し、1959年にチコハミルトンのグループでプロデビュー。また、ポール・チェンバースやレイ・ブラウン、サム・ジョーンズなどの名ベーシストとの交流の中で事故を確立し、キャノンボール・アダレー、ボビー・ティモンズなどのグループに参加。その柔軟で奔放なプレースタイルが、モードジャズの表現を模索していたマイルス・デイビスの目に止まり、 ポール・チェンバースに代わるベーシストとして抜擢される。他のメンバーが繰り出すモード・イディオムラインに対し、クロマティック的音選びで絶妙な相性を見せた、カーターは、1960年代のマイルス・ミュージックの、屋台骨を支える重要な役割を果たす。ジャズ界の数星が、モード・ジャズからフュージョンに移行しつつあった1960年代終盤、マイルスのグループを離れ、移行、 主に著名ミュージシャンのセッションのサイドマンとして無数のレコーディングに参加。70年代には76年からのハービー・ハンコック、フレディ・ハバード、トニー・ウィリアムズらによる VSO ピークインテットやハンク・ジョーンズによるグレート・ジャズ・トリオなどのバンドにも名を連ねている。VSO ピークインテットは日本の FM ラジオでもたびたびオンエアされた。一方で ピッコロベースという新楽器を開発し、ソロ楽器としてのベースの可能性を追求した。ピッコロベースはコントラバスより小さく、チェロより大きい楽器で、コントラバスの4本の弦のうち E 弦を配して、最高音である、G 弦の上にさらに4度上の C 弦を配したもので、あり、チェロ同様に椅子に座って演奏する。以降、ベース、ピッコロベースを持ち替えて、多くのセッションをこなす。 ピッコロベースにおいては、自己の9人編成コンボであるジョン・カーターのネットの結成、そしてベースでも、グレート・ジャズ・トリオをはじめとする、レギュラーグループや、トミー・フラナガン、ローランド・ハナ、シダー・ウォルトン、ゴンサロル・バルカバ、ハンク・ジョーンズ、ジム・ホール、ハービー・ハンコック、ヒューバート・ローズといった名詞と共演を重ねる。また、アントニー・オカルロス・ジョビンのセッションにも参加したことから、 ボサノは音楽への系統と理解も厚い。ロンカーターのベースは、個性的な音色と音の運びに特徴がある。音色については、時には彼だと判別可能な場合もあるが、これは、ラベラ社製のブラックナイロンエンとバーカスベリー社の、ピックアップを使っている時代に印象付けられたもので、ある。マイルスコンボ参加前の1960年代初期には、ジャキ・バイヤードのバックを務めていた。 日本でも人気のあるジャズベーシストであり、来日経験も極めて豊富である。日本人ジャズメントの共演も多く、またアメリカ人のみによるセッションでも日本のレコード会社の企画で制作されることも多い。こういった日本人による彼の芸術への理解度の高さもあってか、本人も親日家である。ありがとうございます。